皆様こんにちは。本日はですね、このエンジンルームを整備する上でですね、便利なグッズをですね、ちょっと自作してみたいと思うんですが、こんな感じでね、覗き込んでいろいろやってるとですね、こうね、手がね届かないところにこう無理にですね手を届かそうとした時にはですね、必ずですね、このフェンダーにですね、こんな感じで体がですね当たってしまうんですね。ね、このフェンダーにですね、よく気もせぬ傷がねついちゃったりする時もありますんで、このね、このフェンダーをですね防護するカバーをですね、本日はですね自作してみたいと思います。なんかね、勢い余ってね、こうバタッとね落とす時あるんですよね。でね、こういうのがね、こうガーンと当たっちゃったりなんかすると、ものすごい傷つきますので、やっぱりそのちょっとだけでもね、簡単なねカバーがあればいいんですが、これあのフェンダーカバーって言いますけどね、なかなかフェンダーカバーってね大きいもんですからね、あんま買わないっすよね、個人ではね。ですがこういうね、こういう工具がね落下したりとかねしないようにしたいところではございますが、なかなかね夢中になってるとね落っことしちゃったりとかね、こう深いエンジンルームの変なところにねこうやって落っことしちゃったりして、それを拾い上げるのにね足がね当たっちゃったりして細かい傷がつくことがございますので、そういうのもねなんとか防護できる簡易型のですねフェンダーカバーを作ってみたいと思います。ではやってみましょう。で、本日使う材料でございますが、これでございます。これね、見たことある方は多いと思いますがね、こういうですね裏側が青くて表側が白い、まあ裏表どっちかといえばこっちが上になるんですかね、通常使う場合は。これね、建築現場とかで使うですね養生用のシートなんですね。で、これ結構ね厚みがあって、こんなね3ミリぐらいはあるんですかね。で、これねかなりのロールでお安いんですよ。1000円とかでねぐらいで買えちゃうんですね。で、こいつを利用するとですね、結構ねイケてるフェンダーカバーが作ることできるので、一度これでフェンダーカバーを作ってみたいと思います。それではですね、だいたいですねこのフェンダーカバーというのはですね、一般的にはこのヘッドライトのあたりですね、フェンダーがちょうど切れるあたりプラス10センチぐらいからこのあたりですかね、ドアから10センチぐらいのところ、このぐらいまでの距離をですね持っていれば大抵ね傷をつけないと思いますので、まずはこのロールをですねこれぐらいの幅に一旦切ってしまいます。はい、それではやってみましょう。はい、それからですね、本日もう一つですねアイテムをご紹介したいんですが、これ強力カラーマグネットというですね、まあいわゆるあの最近ですね非常に強力なあのネオジウムマグネットっていうのがね登場しておりますが、このマグネットを利用してですね、このフェンダーカバーを固定しようという試みをやってみたいと思いますが、マグネット自体がですね、この製品はですねこう見ていただくと分かるんですが、こう樹脂でね覆われてですね、これねボディに傷、あの金属のですねあのマグネットむき出しだとね、こうねこうやっぱりこうカチッって音がするぐらいなもんですから、金属むき出しのマグネットだとねなかなかねちょっと不安な部分があるんですが、これですとですねあの仮にこう当たったとしても、この樹脂がね樹脂化してあるんで表面がね柔らかいんですよ。でこう爪でこう傷がつくぐらいですね。なので、ね、これ非常に車に使うにはね使いやすい商品でございますので、
このマグネットを利用してですね、フェンダーカバーを固定してみたいと思います。でね、これね、この磁石ね、結構ね強いんですよ。これ非常にですね優秀な磁石でございますが、磁石が強いので、時計とかはですね、時計とかスマホはですね、あんま近づけない方がいいですよ。これね、このマグネットがですね、どれぐらい強力かというとですね、これ今ね、方角はね、こんな感じで合ってるんですよ。でね、このマグネットに近づけていきますね。そうするとですね、当然ながらこのようにですね、途中から方角が変わってしまうんですね。結構磁力があるので、スマホとかはですね、やっぱりあまり近づけない方がね、いいでございますのでね、この磁石を使っているときは時計を外してスマホも遠ざけていただくというのがやはり正解でございますね。それではですね、この長巻きのですね、養生シートをですね、こうサイズ合わせて切ってみたいと思いますが、この時にもね、もうね、磁石がね大活躍してくれます。で、大体まあこれぐらいでしょうかね、ドアのあたりプラス10センチぐらいですかね。で、こうやってですね、このシートをこんな感じでですね、この磁石をですね、ドアのところにこうやってつけてあげるともう十分固定できますので、はい、このようにですね、ご自身の車に合わせてですね、まずは大まかな寸法を決めていただくんですね。で、こうやってですね、寸法取りするのにも、このネオジウムマグネットと申しますか、この強力なマグネットですね、非常に役に立ってくれます。はい、それではですね、だいたい例えばここ今タイヤハウスでございますけども、まあちょっと10センチぐらいね、下ぐらいですかね、ここ丸くね切ってみましょうかね。このハサミで簡単にね切れますので、はい、これでね、だいたい今こんな感じで切り終えたんですね。まあそれなりになってますでしょ。簡単ですからね、もうハサミでジョキジョキこの養生シートは簡単に切れますので、でですね、まあ実際お使いになるときね、この部分にね、まああるとちょっと磁石がね邪魔なので、だいたいですね、今これプラス10センチぐらいでね切ってるんで、ここをね折り込んでいただいて、で折り込んだら、こっちのねフェンダーのね、こういうここ必ずね、大体どんな車でも溝になってますのでね、このトラン、すいません、ボンネットがね、こう沈むところ、ここにですね、このように固定してあげるとですね、表面に出なければ、傷が防げますので、ここにね、こんな感じで、裏止めしてあげると。いうのがいいかもしれません。でこれだとですね、安心してもこんな感じドーンとね、あんま強くはね当然いけませんけども、それなりに防護してくれるので、こんな感じでオリジナルのご自身の車のですね形に合ったフェンダーカバーがですね、簡単に養生シートをですね利用すると作ることができます。で普段ですね、この使わない強力な磁石はですね、まあ、いろんなところで使う機会あると思いますが、例えばですね、このドライバーですね、こいつはですね全然磁化されてないので、こう先っちょにネジがくっつかないのでございますけども、この強力な磁石一つでですね、このようにあっという間にですねドライバー自体をですね磁化することが可能となりますので、ちょっとねこのドライバーの先っちょにね磁石が欲しいなって時はですね、こんな感じでもう簡単にですね磁化することができますので、お困りの際はですねこうやって使っていただくといいかもしれません。なかなかね強力なやつでございます。
でですね、フェンダーカバーをお使いになるときはですね、やはりですね、このフェンダーをですね、少しお掃除してあげた方が安全なんですね。この裏のこの白いところ、発泡になってて、ほこりをですね、直接ジョリジョリいかないように、ここで吸収してくれる役目もあるんですが、やはりちょっとだけね、砂をどけておいていただいた方がいいですので、以前ご紹介したですね、このペットボトルを利用した水噴射器ですね、人力加圧噴射器を使ってですね、この水ポンプね、かなりね、こうやって強く出てくれるので、細かいね、ほこりをね、このように軽く水を拭いてあげて、で、表面に乗ってるね、砂とかをね、こうやって軽く拭ってから、ね、このシートをですね、こうかけていただくというのが、一番安全でございますので、で、使うときは、白い方がね、下の方がいいでございますよ。こっちの方がね、当たりが柔らかいので。こちらもね、こうやって脂肪になってますが、ちょっとね、ツルツルしてるんで、ボディにひっつくと思いますんで、ひっつくというかね、密着度が高くなっちゃうんで、こちらの裏の白い方をね、お使いいただくという感じでございますね。軽くほこりを拭っていただいてから、ご使用いただくといいと思います。右と左のフェンダーシートを作った場合はですね、分かんなくなるといけないので、ここにですね、例えば R、フロントとかですね、こうやってマジックかなんかで書いておいていただくと、今度ね、出した時に分かりやすいのでございますので、なんか一つマーキングしとくといいかもしれません。はい。で、これ結構ね、まあ1メーター50ぐらいあるシートですので、結構大きいんですが、こいつはですね、剥がすときというか、しまうときですね。これね、もう簡単にですね、もうあんまり細かく折ると、ね、シワがね、寄っちゃうので、あまり細かく折らずにですね、こんな感じで畳んでいただいて、はい。で、まあこれぐらいに簡単にですね、小さくすることができます。こんな感じにですね、袋に入れて保存しておいていただいても構いませんし、小さくすることができるっていうのが、このフェンダーのシートの最大の利点でございますので、このままね、どっかに保存しておいていただければ、いつでも取り出して使うことができます。で、ここもね、フロント側もね、どうしようか、これぐらい当たりがあればね、もうかなりね、大丈夫だともらえますので。ということで、自作フェンダーシート、施工時間は約5分でございます。ありがとうございました。